エグ,エグザイルという言葉はなかなか日本語に訳しにくい村八部島流し放浪者故郷離脱違法人良くも悪くも解釈できる言葉である祖国とのつながりを断ちあるいは断たれあてもなくさまよう者または何の束縛もなく世界を自由気ままに旅する者 僕は両者を体験してきたが今ではもっと大きな意味でこの言葉を使っている自分の道を行くもの。それが僕にとってのエグザイルであるロバート・ハリスの「エグザイルス」「放浪者たち」すべての旅は自分へとつながっているプロローグ「旅人の可能性」 大切ななのののはは目的地ではなく、旅そのものだ。T.S. エリオット僕は小さい時からできるだけ楽しく生きていきたいと思ってきた楽しいの対象は年とともに当然変わっていったが根底には常にハツラツと自由に激しく情熱的にそんな気持ちが含まれていた小さいうちはこの楽しく生きる とということが楽にできた。だが成長すればするほどそれは難しいものになっていった大変な労力と反逆精神と強い意志が必要になっていったそれは社会というものが楽しいを基準にしていないからだった楽しいの代わりに生産発展義務そんなコンセプトが幅を利かせていた僕はたまらなくなり 日本を飛び出した今逃げないと自分が潰されてしまうと思ったのだ旅の目標そのものは漠然としたものだった名もない港町の怪しげなバーで変な連中と朝まで飲み明かし赤道直下のボロホテルの部屋でポーカーをやり自分の名前を忘れてしまうような砂漠を歩き世界の裏道で面白い話を聞きたいとにかく 誰にも束縛されることなく自分らしく楽しく生きていければよかったのだやりたくないことも分かっていたどこへ行こうがくだらないやつらにこびたり敷かれたレールの上を往復するような人生は送りたくないそう思っていたこの時点で僕は故郷を捨てあてもなくさまようものという意味でのエグザイルになった何かを捨てるということは身軽になるということだ そして新たなる何かを発見する可能性を持つということでもある。旅人にはその可能性が与えられる。勝負は自分をどれだけ裸にできるか、どれだけオープンに物事を吸収できるか、これにかかっている。僕の場合、旅はいろいろなものを与えてくれた。あらゆる街の、あらゆる怪しげなバーで、あらゆる変な連中と朝まで飲み明かし。 赤道直下のボロホテルで好きなだけポーカーをやり砂漠の上に登る血のような月もジャングルの上に登る虹のかかった月も物資の上に登る氷のような月も見てきたそして旅の途中自分の名前も何度か忘れかけたもちろん誰にも束縛されないで自分らしく楽しく生きていける場所なんていうものは見つからなかった旅は僕に そんななとところはないと教えてくれたのだそれに近い場所つまり義務や生産や発展よりは楽しくに重点を置いた文化は確かにあったがそういうところはよそ者を受け入れない体質を持っていたその意味で一度エグザイルになったものは一生エグザイルで居続けなければならないのかもしれない所属する場所を捨てた者にはそう簡単にそれにとって変わる 場所を見つけることはできないからだそんな場所はないと思った方がいいかもしれないそしてどこへ行ってもくだらない奴らにこびたりレールの上を往復するような状況はついて回ったこれが人間の条件なのかもしれないでもそんなものはあまり気にならなくなったなぜなら旅というものが可能にしてくれた発見は全て自分へとつながっていたからだ 裸になればなるほど自分本来の姿というものが見えてきたそこには子どもの頃からあった元気と感受性と生きることの喜びがあった何事にも前向きに対処していけるオープンさと柔軟性があった所属する場所を捨てて旅に出た僕は自分という所属する場所を再発見することができたのだ誰にも束縛されることなく楽しく情熱的に生きたい 僕が旅に託した思いは場所ではなくこの自分が可能にしてくれるものだということに気がついたのだこの時点で僕は新しい意味での EXILE になった僕の旅はさまようことから生きることへと変わったのだ世界を見て見たものを歌い上げ人と触れ合い物語を交換し生きていることを参加するこれが僕の旅であり行く道なのだと思っている 自分本来の姿に忠実であれば人はどこへ行っても束縛されることなく楽しく生きていける自分の道を歩んでいけるそう僕は思っているそしてこの旅は決して孤独なものではない行く道には数多くのエグザイルたちが同じような旅をして自分の道を歩んでいるからだこの本を読んで少しでも旅をすることの素晴らしさ 自分の道を行くことの喜びを感じ取ってもらえれば僕は幸せだ。そして少しでも月に向かって遠ぼいできる仲間 EXILESEXILES Ex という同胞ができれば僕はもっと幸せだ。